ザグレート・サスケ・バラモン兄弟宇宙大戦争は、道のくプロレスが年末に、後楽園ホールで開催しているプロレスの興行である。宇宙大戦争とは、ザグレート・サスケとバラモン兄弟との交想であり、サスケは毎回タッグパートナーと協力して、バラモン兄弟とタッグマッチで対戦している。試合は、競技の使用が認められる、デスマッチであり、エニウェアーマッチなど、 何でもありの特別ルールで行われる。タイトルの由来は、佐藤兄弟がサスケイコール宇宙人説を唱えたことに橋を発し、2006年12月の後楽園大会にて、佐藤衆がお前との宇宙戦争は終わりだ。発言から、翌年の宮城大会にてサスケのお前らと花宇宙戦争じゃない宇宙大戦争だ。から名付けられた。2011年に開催された、 宇宙大戦争ファイナル敗者岩手追放デスマッチでサスケ組に敗れた佐藤兄弟は岩手追放を宣告されたが2012年にバラモン兄弟と解明し何事もなかったかのように再び参戦した毎年のように今年が本当に最後の最終決戦と銘打たれ決着はついていなかったが2014年度にバラモン兄弟が初勝利すると両者は解し ムーの太陽を結成した。ありがとうございます。